はい、山田です。予約は空いてんですけど、なんか僕もう過去2回ぐらいお触りの件注意した方で、なんか触っちゃうんですよね。で、別にあのうちのお店はお触りするしてしまうお客さんで商売したいと思ってないので、でお客様にとってもお触りどうしてもしたいならミスマッチじゃないですか。なのでちょっと説明し出るか出ないか分かんないけど説明してあげようかなと思って、電話2回かかってきたんです。予約は空いてるんですけどね、別に取ってもいいんだけど、でももう2回注意してるからな。で、昔その5年前ぐらいは別にお触りしない人だったんですよね。だからお話聞けたら、なんでするようになっちゃったかっていうのも聞いてみようと思います。出るかな。もしもし。あ、どうもどうも、夢花でございます。はい、10時からご案内ができるんですが、お触りしちゃダメだってお伝えしてるんですけど、どうしてもしたくなっちゃうんですかね。5年前とか6年前はお触りなかったお客様だったんですよね。それで徐々にお触りが出てきちゃって、で僕2回ぐらい注意してますよね、多分。それでもしちゃうってなんかどうしてもしちゃうんですかね。他のお店さんとかだと結構普通に触れたりするんですか。僕行かないのであんまり分かんないんですけど。ああ、なるほど。じゃあメンズエステとかはうちぐらいしか行かれない感じですか。ああ、なるほどなるほど。そうですか。なので、ああ、申し訳ございません。ではよろしくお願いします。はい、失礼いたします。その間に電話かかってきた。迷惑かけちゃうんでいいですとのことでした。で、別に僕も怒ってないですし、向こうも迷惑かけちゃうんでやめときますっていうことで、お互いその穏便にお話は終わりましたけれども、もうこういう感じでね、いいと思います。だって5年前とか7年前とか古くから来てくださるお客様、来てくださってたお客さんでね、ルール守れてたんですよ。別にお触りもなかったし、もちろん要求はない方なんですけどね。お入るかもしんねえな、これ。いいんじゃないの、これ新規だ。ちょっと電話してみよう。120分か。もしもし。あ、ごめんなさい、夢花と申します。あ、エスタマさんからご予約入れてくださいましたでしょうか。あ、ありがとうございます。10時からということでよろしいですか。はい、で、場所が長野駅から5分ぐらい、徒歩で5分ぐらいになるのですが、ご迷惑でなければショートメールで地図や住所を送らせていただいてもよろしいでしょうか。はい、では今から送らせていただきます。で、そうですね、町場なのでちょっとお店の提携のというのはないんですが、路地入ったりするとコインパーキングは多数ございますのでよろしいですか。あとご存知かと思いますが、風俗店ではございませんので、お触りですとか抜き行為、裏オプションなどもない真面目なお店ですけど大丈夫ですか。ありがとうございます。では今からショートメールさせていただきますのでよろしくお願いいたします。ありがとうございます。失礼いたします。ポイント、今のがねポイントなんですけど、お触り多いお客様を取れたのに断ったじゃないですか。だからお触り多いのは何でですか、うちは受けてきませんみたいな態度を取ったらもう迷惑かけちゃうからやめときますって、今回は僕から断らなくて辞退していただいたんですけれども、その間に、
予約の電話が鳴って、で結局この方、まあ、新規だったんですけど入れたわけじゃないですか。話した感じすごくいい方、あのいい方で、わかんないけどね、わかんないけど、で、僕が禁止行為伝えたところ、あ、もあのもちろん大丈夫ですよっていうことで、やっぱりね、抜きとかその裏オプとか期待してる方はそこでちょっとく、時間の間があったりとか、うん、あ、うん、大丈夫ですとか、または正直に言ってくださる方であればないんですかとか、裏オプションないんだとか、抜きないんだっていう風になることもあって、それをお伝えすること大事なことなんですけど、この方がまあちょっとまだ受けてみて見てないからわからないけど、おそらく良さげな方な、良さげっていうかルール守りそうな、守ってくださりそうな方なんですよね。そういうことなんですよ。だからルール守れない方をお断りしていくことで、本当にうちのルールを守れる、うちが大事にしなきゃいけないお客様の枠が空いてくるっていうことなんですよ。だからお客様の層が徐々に徐々に良くなっていって、働きやすい環境ができてくるっていう、なのでね、本当に、アホな店長はね、電話がかかったりウェブ予約入ったりとかで、ルール守れないお客さんだよな、セラピスト嫌がるお客さんだよなって思ってても取っちゃうでしょ、目先の1万円欲しくて。それをやってるから客層が上がっていかない。だからそれをやってるから、働きやすいお店になっていかないんですよ。だから自分で基準を作って、しっかり、このお客様は自分のお店の基準かどうか、このお客様で商売していいのか、またはそのお客様にとっておさわりできない店なんだから、うちに入れたらそのお客様にとっても、まあ、かわいそうつうかね、ミスマッチになるわけだから、そうやってお客様の層をコントロールしていく、またはルール守れないお客様をうちでは守ってくださいねっていうことで変えていくっていうのがね、すごく大事なことなんです。ということで終わります。